地震によって、亡くなる人命を減らすための研究を行っております。日本は、大きな地震が頻繁に発生する地震大国なんですけれども、耐震補強といって建物を耐震化するという方法があるんですけど、なかなか、それがうまく進まないという現状があります。なので、地震被害推定という方法を、正確に行うことを考えております。その地震被害推定というのは、地震が起きた直後にどこでどれだけの被害が出たかということを推定する方法となっておりまして、それを正確に行うことができると迅速に、救援活動を支援することができますので、これを行うための方法を、構築するための研究を行っています。1995年の兵庫県南部地震、阪神淡路大震災が起きた時に、私は神戸市に住んでおりまして、その時に被災者経験から、防災の分野に携わりたいというふうに考えて、この分野に興味を持ちました。大学を卒業したら社会に出ることになるんですけど、社会に出て一番どういう能力が求められるかというと、自分で考えて行動できるという人間が一番求められるというふうに考えております。なので、研究の指導を行う際には、自分でしっかり考えて答えを出していくということができるように指導をしております。